こんにちは、光工務店です。本日は敷地面積 79.18 坪、延べ床面積 68.51 坪のこちらの2階建てのお家をご紹介いたします。外壁には池田コーポレーションのカルクウォールを採用いたしました。アルプスから取れる石灰石を原料に作られた漆喰で、汚れを自然の力で浄化する効果がございます。他の塗り壁材と比較して白さを保つことができると言われており、太陽光の当たる南面は特にその効果を発揮します。こちらの玄関は 1.8 畳です。玄関ホールでは窓を大きく取り、リビングドアもガラス戸を採用いたしました。玄関以外の空間を視覚的につなげることで、小さな空間も広く見せることができます。靴箱は造作で作成し、天板は厚さ10ミリと薄くすることでシャープな印象を演出しました。扉の素材はホワイトオークの幅はぎ材を採用いたしました。幅はぎ材とは、縦方向は1枚の細長い無垢材となっていて、それを横方向にだけ接合して作られています。一つ一つの木材が一般的な集成材よりも大きくなりますので、接合部分が少なくなり、より無垢の一枚板に近い表情となります。1階は 37.95 坪で、床はソリッドオークを採用いたしました。 LDK は合わせて 26.2 畳になっております。リビングはリラックスができるように、あえて大きな面積で黒を用いて落ち着いた空間に仕上げました。テレビの後ろの壁面にはマスターウォールのモールドタイルというブラックウォールナッツの無垢材で作られたタイルを貼りました。一つ一つの木目や色味の違い、凹凸などが感じられるウッドタイルで、豊かな表情のある空間を演出します。テレビボードとソファーはマスターウォールのものを採用いただきました。この後出てくるダイニングテーブルとダイニングチェアも同じマスターウォールのものを採用いただいております。リビングは床を一段下げ、ダイニングは天井を少し上げるなど、 LDK の中で空間に変化を与えることで、ただの広い LDK にメリハリをつけ、緩やかに空間を敷けることができます。LDK の照明はライトコントローラーで、照明の色温度の調整と調光をシーンごとに設定しています。間接照明、ダウンライト、ペンダントライトなど、様々な調光器具をそれぞれのスイッチでコントロールするのは、スイッチの数も多くなり大変ですが、ライトコントローラーを使用することで、複数の器具を一度に調整することができます。キッチンはリクシルのリシェル SI を採用いただきました。和室は 5.6 畳で、あえて扉を設けず LDK とつながった空間にいたしました。プリーツスクリーンを下ろして空間を仕切ることができます。また和室には子供のスタディカウンターがあり、足を入れれるようになっております。
キッチンの横にレイアウトしたので、キッチンからお子様の様子を見守ることもできます。白い壁は高千穂シラスのビオセラを使用しております。 100% 自然素材のシラス壁は調湿・消臭の機能があり、室内の空気を浄化し、快適で安全な空間を作ることができます。家にはその家特有の匂いがあると思います。玄関に入るとその匂いを感じることもあると思いますが、シラス壁を採用したお家ではそのような匂いを感じることもございません。洗面は脱衣室と扉で仕切れるようになっております。洗濯機はサンルームに設置しております。洗面台はパナソニックのアーキスペック洗面台を採用しておりますが、現在は廃盤になっているようです。洗面台の横に埋め込みの収納を作り、収納量を増やしております。1.5 畳と少し広めのトイレには手洗いと収納を設けております。手洗いボールは三和カンパニーのスピニングを採用し、水栓は自動水栓になっております。メインの照明を間接照明にすることで、夜目が覚めてトイレに行った時も眩しくない設計になっております。サンルームには汚れ物を手洗いできる小洗面台、洗濯機と収納、物干しパイプを設置しております。サンルームには天窓を設けて太陽の光がしっかりと入るように設計しております。天気の悪い日でも部屋干しができるサンルームは家事軽減につながるので、とても人気がございます。寝室の壁にはヘルスプロテクトと呼ばれる機能性塗料を塗っており、匂いや湿気、化学物質などを分解し、体に優しい室内環境を作ってくれます。床下冷暖房が入っているため、その子を通して暖気や冷気が上がってきて、マットレスは夏は少しひんやり、冬は少し暖かくなり、とても気持ちいいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのお家いかがでしたでしょうか。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。光工務店では毎週金曜19時にルームツアーの動画をアップしております。皆さんぜひ他の動画もご覧ください。